撮影日は6月23日水曜日、またサンマルク海の四ツ谷駅前店へやってきました。この日もモーニングセットを食べます。トマトとハムのサンドセット税込み420円を食べました。まあ、これは最近の新メニューみたいですね。で、まあ、最近はもう、包装フィルム入って出てきますね。ちょっとめくってみます。ハムが、3枚入ってますね。そしてさらにめくってみるとトマトも入ってる、ね、それは目覚ましが鳴りましたね。アイスコーヒーを選んで、店内はこんな感じでした。以上です。